ありがとうございます。私は、神宮寺隆法です。本日は、夫の不倫と、夫との復縁に悩む30代の主婦の方からの人生相談が寄せられています。神宮寺隆法先生、私は夫と 離婚した方がいいんでしょうかそれとも復縁した方がいいんでしょうか実は、夫の浮気発覚後、愛情がなくなってしまいました。31歳、まだ新婚なんです。 結婚式が終わってすぐ、夫の出会い系サイトでの浮気が発覚し、半年が経ちました。子供はいません。一時は自殺したいぐらいに心が乱れて悩んで、夜は眠れない日々が続いたんです。現在、 精神科にうつ病とパニック障害で通院治療中です。精神科の薬がなければ眠ることができません。私はもともと夫のことが大好きでたまらず、浮気を知った時は絶望して 鬱になり、首吊り自殺の未遂をしてしまいました。どん底まで悲しみ尽くしたせいか、今はもうすっかり冷めてしまい、夫のことは何とも思いません。夫に対する愛情が急速に冷めていったような、 気もしています。夫は浮気はあくまでも性欲処理的な女遊びであり、私には愛情があるんだと言っています。夫は浮気発覚後、生活費を多く渡してくれたり、 家事も積極的に行うなど一生懸命やってくれています。夫婦間の修復を考えているみたいです。私は我慢できないほど嫌いではないものの好きじゃない夫とこのまま暮らしていいのかなぁと悩んでいます。誰と結婚しても 浮気されるリスクはあるし、どんなに好きでも恋愛か感情は徐々に薄れていくんだと思います。我慢できないレベルじゃなければ離,離婚しない方がいいのかなという気持ちがあります。冷めた愛が戻ることはあるんでしょうか愛がなくても 同居人としてやっていける結婚生活というのがあるんでしょうか子供が欲しい気持ちは最近はもうありません。いたらいたでいいだろうなっていう程度の気持ちです。私は地方公務員としての仕事もあるので、離婚しても一人で生きていきます。 神宮寺隆法先生、ご意見いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。お答えいたします。あなたのお名前と生年月日、そしてご主人のお名前と生年月日、 この情報をもとにお経をあげて、霊視をしてみましたが、とても残念ですが、この結婚生活は長く続きそうにありません。理由は明確です。あなたの夫はこれからも浮気を 繰り返していくのです。そのために、あなたの気持ちは、何度も何度も傷ついていきます。誠に残念ですが、なるべく早い段階で、離婚をされた方がよろしいかと思います。その際には、 きちんとご主人から慰謝料をもらってくださいね。いいですかもう一度申し上げます。ご主人の不定行為が原因で離婚するわけですから、慰謝料はきちんともらってください。その方があなたの心の整理が つくと思います。あなたは素敵な女性です。いい結婚ができると思います。これからいい出会いがあると思います。そのことを信じて前向きに生きてくださいよ。神宮寺龍宝はあなたの幸せを心からいつも祈っています。神宮寺 両方でした。ありがとうございます。